はいどうもクリエルのあつしです今回の動画ではベガスプロを完全にリセットする方法を紹介しますベガスプロのね設定をいろいろいじってしまったけどもインストール直後の初期状態に戻したくなることってあると思いますそんな時にね使えるのが完全リセットという機能です完全リセットを行うと全ての設定がインストール直後のねデフォルト設定に戻されます ベガスプロの動作がね、なんかおかしくなってしまったという場合にもね、この完全リセットをすると治ることがあるので、まあそのような場合にもね、この完全リセットを試してみてください。では、これからね、完全リセットを行う手順を紹介します。ベガスプロをね、起動している場合は、まずベガスプロをね、閉じてください。そしてね、このデスクトップにベガスプロのね、えー、ショートカットアイコンを用意してください。そして、えー、キーボードのね、 コントロールプラスシフトを押しながら、このショートカットアイコンをダブルクリックするんですけども、コントロールシフトキーはね、押し続けたままにしておいてください。じゃあ、このコントロールシフトキーをね、押したまま、ショートカットアイコンをダブルクリックします。するとね、このように、ベガスプロの全ての設定をデフォルトの値にリセットしますかというね、ダイアログが出てきます。このダイアログが出たら、 あのキーボードのキーは離してもらって OK です。そして、こうね、キャッシュ内のすべてのアプリケーション、データを削除しますにチェックを入れてください。そして、ハ、は、イ、い、ボタンをクリックします。これでね、えー、ベガスの設定は完全にね、初期化されます。はい、こんな感じでね、ベガスが。 新ししく起動します。まあ、この状態でね、もうすでに、えー、ベガスは完全に初期状態に戻っていますので、また新しくね、えー、必要な設定を行っていくようにしてください。以上がね、VegasPro の完全リセット方法となります。本日の動画は以上となります。この動画がね、役に立ったと思われる方は、チャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いいたします。 それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。